相変わらずのクソっぷりと相変わらずの面白さっていう。ゆいがどうしたんちゃん、イエーイエー。時間のその意味も濃さも違うっていうか、作ってる時って本当もう何ができるか分かんないし、没頭してるからすごいこう主観的な作業ですから、僕がいいと思えばいいわけで、緊張する要素がないんですけど、それも分かんないな。音楽やってたらこうなってたっていう、そうとしか言えないんだよな。多分あったと思うし、それがないと僕ダメなんすよ。そこのとこがまず問題なんですけどね。全てに慣れて何も恐怖じゃなくなるのが一番恐怖ですけど。あんまり思い出せないな、もう。確かにその時ああいう気持ちだったんですよね。ワンっていうアルバムの言葉っていうのは全部そうやってできてるから、なんか自分の中で大きな出来事を、そういう、それは何も悲しいことだけではなくても、そういうものを全部作品っていう都合のいい言葉に置き換えて、消化っていう都合のいい言葉に置き換えて忘れていくっていう、じゃあ次の曲で僕のちょっと2年半に、一段落つけたいと思います。あまり気分のいいもんじゃないかもしれないですね。もうバンドに味を占めちゃってるから、やっぱりそれに比べると気持ちいいもんではないかも。4人で作ったものを1人で歌うのはやっぱり寂しいけれど、でも、ああそうか、だから1人でハッチでやった時の1954はすごかったですね。すごく寂しかった、4人でやったのをそのまま一人でなぞるっていう、僕の分かる範囲では非常に似てるんですよ、バンドと恋愛っていうのは。相手のことを思ってやったことが恨めることもあったり、お互いにしか分からないことを歌にしてるからじゃないですか、きっと。みんなが分かることじゃなくて、すごくプライベートなことを歌うとラブソングに似るのかも、やっぱり。まあ彼ら3人
と僕の短い歴史についての僕の思いなりなんかそういうものは全部ワンに入ってるし、うん。人がその踊るために必要とする音楽、何かを忘れるっていうことにすごく似ていて、自意識みたいなものを解放するために僕らはダンスっていうものを必要としてて、同時に言葉もやっぱりいらなくなるんですよね。で、僕がそうやって歌う言葉っていうのは、むしろそういう自分が直面しているものをより明確にビビッドにするための言葉だから、なぜなのかっていう問いかけとして言葉があるので、自分がステップを踏もうとして上げるじゃないですか、足を。でもそこで言葉が、思考がその足を止めるんですよ、一回。じゃあなぜ君は今踊ろうとしているのかっていう、で踊ろうとして引っかかるんですよ。でもビートがまた次のステップを要求するんですよね。上げた足に全てが絡まっていく、自分の問いかけ、自分の人生みたいなものが引っかかってうまく踊れないっていうのがロックンロールのダンスの基本です。やっぱり似てるんですよ、僕らの営みに。だから僕らはやっぱり必要とする音楽を、うん、そんなにいつもうまく踊れるわけはなくて、でもそれでもなんとかバックビートっていうんですけど、自分の後ろからこうやって叩くようなビートなんです。だから僕らはつい足をね、前に一歩進まざるを得ない、そういう風にできてるんです。僕は一人で作る場合、その自分の中にある完璧な瞬間っていうのがあって、それをピシッと仕留めたいんですよね。世界で一番嫌いな人間自分ですからね。決してうまく見積もれた試しがないって、自動ドアみたいな男なんですけどね。メッセージはないかな、一言にはなんないですね。ここにいて当然って思えること、天才なんですよ実は。それは多分全部忘れるからですよね。こんなに面白いことも全部忘れる、こんなに悲しかったことも全部忘れるから、うん、もったいないから撮ってるんだと思います、多分。その時の感情を、うん、多分もったいないもん、何もしないまま、何も残さないまま死ぬのは。死ぬのが今は信じられないけど、最終章、いつも最終章と思ってるんですわ。そう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 、これが最後って思ってるんですよ。ここからとも思ってないですよね。これが最後って僕いつも思うんですよね。初期衝動みたいなの嫌いなんですよ僕、うん、これが最後だっていつも思ってやってる。
クライマックスなんですよ、ずっと。だから最後の歌ばっかり作る。少なからず僕だけは僕を信じてるっていう、最後の死に際まで見とるけど、他の誰にも信じてもらわなくてもいい別に。